さあ今回は5月3日開催の日本陸上のこれ1万メートルでございます。はい、今回はもうパリに直結しているもうメンバーがもう今までのこの日本選手権でないぐらい超豪華メンバーがちょっと言うて男子集まりました。やる気元気森脇チャンネルです。お願いします。さあ今回は5月3日開催の日本陸上のこれ1万メートルでございます。これは大体あの長距離はね、はい、ちょっと別日にやるのよね。そうなんですよ、はい、本来は日本選手権で6月ちゃうの大体。そうですね、はい、5月にあるということで、はい、今回はもうパリに直結しているということは、はい、標準記録を破らないと、はい、男子は27分00秒女子は30分40秒という、これ男子はだからもう26分台を出さないといけない。そんなレベル上がってどうすんやろうなそんな面白ないで。そんな日本の長距離のレベルって言ったら、はい、世界でもまあね、はい、悪くないじゃないですか。そうです、上がってきてますよ。上がってそうやけど、そんなここでね、はい、日本記録ちゃうの。日本記録が今27分9秒のこれ塩尻選手ですからね。で標準タイムが、27分00秒っていうことで、はい、日本記録出さんと。そうなんです、出れないわけでしょ。はい、いやそれもうちょっとこれ標準記録なんとかしてあげてほしいわ、ね、100m もものすごい上がってますもんね。10秒00やろ。いやそんなん、例えばね、はい、インドネシアの人出られへんやん。インドネシアの人とかタイの人とか、ね、カンボジアの人とか、ね、もうミャンマーの人とか、ね、予備予選出られたんですからね。そうやああいう国の人とかやっぱり出てあげてほしいで。ねえ、いやそんなん、なんか世界のスポーツの祭典やのに、ね、上げすぎやわ。ベリーズとかね、ああいう国とか出てほしいですよね。出てほしいやん。出てきたセントフォークランド諸島とかな。そうなんですよ、セントフォークランド諸島ってどこやと思わず地図帳探して地球儀探したい。そうなんですよ、まあね、こんなあかんで。ただ森脇さん、もうメンバーがもう今までのこの日本選手権でないぐらい超豪華メンバーが言うて男子集まりました。言うて、男子塩尻選手、うん、山口選手、この太田選手、うん、相澤選手、田澤選手、もう小林選手、鈴木芽吹選手、もういっぱいすごいな。もう箱根でもう、ね、はい、名を馳した、また日本世界陸上も行った、オリンピックも行ったという、はい、もうこれだけで楽しいな。レベル高すぎなんですよね。これ一田隆さん忘れてもうたら困るで、はい、ね、これ出るだけでもすごいんですよ。そうやろな、これ女子もすごいね。これ女子もね、高島選手、小海選手、九電工の五木選手出ますね。俺好きやね、もういつもこの人都道府県駅伝でもちゃんと出てくれはんね。好きやわ、はい、九電工。そしてもう絶好調、第一生命の小海選手、小海遥さん。俺もあの都道府県駅伝でアンカーで仙台代表出してる時に一番で走ってきて、はいはい、五条通りの高架女子学園の前で小海遥か言ったら一瞬だけピヤッと見てくれはったわ。入ったんですね、司会に。司会に小海遥かって宮城県な、はい、そしてまあ五島里乃選手、石川県代表、宮古寺の走ってましたよ。届け駅伝行くへ泣いたわ、インタビューで。どうでしたか小島さん、はい、遠藤の声援が石川が嬉しかったです。あれ実は言うとくけど、はい、まあ、あの日の京都新聞 の、はい、あのボンゴという天聖神宮の欄ありやんか、はい、あそこであの石川の人たちに、はい、京都から頑張れというのは、ね、あの石川の人にあの届くかどうか分からんけど、はいはいはい、ここは沿道で思いっきり石川と叫びましょうと。そうすることによって画面テレビを見ている石川県民の方に、うんうん、あの京都はからエールを送ることになりますよということで、この京都新聞にドーンと書いてあって、だからそれで一番で一区の五島里乃さんが都道府県女子駅伝で走ってきたから、みんなが石川言うたら、もうあんね、京都新聞の力もあんねん。これめっちゃ勇気与えましたよね。ほんでまあ五島里乃さんぐわー泣いたというね。よかったね。でまあね、ふるさとのためには走ってほしい、はい、
そして岩谷のこれ川村さん、今川谷調子ええね、外しませんからね川村楓さん、はい、今回大阪マラソンも優勝してたやろな、ね、大阪の初マラソンで、今だから岩谷産業の勢いっていうのはちょっとすごいよ、来てますね、あら岩谷産業さんの勢いは、はい、まあ、僕個人的にはこのね立命館大学から行った村松さんね、村松さん今まだ立命か、そうですね立命館ですね、まだ立命ないごめんなさい、学生でも出てきているということでございますけども、はいはいはい、この辺女子のちょっと標準記録は、30分40ですね、あまあまあ弘中さんが持ってる、はい、ベストかな、ベストだから前回弘中さんが30分39ぐらいがベストなんで、まあ、でもベスト出さなあかんの、ね、でもこの前この日本選手権でこの電子ペーサーみたいなのがずーっとあれめっちゃ良かったっすよね、あれ見やすくてすごい良かったっすよ、なんかあの水泳の大会やったらなんかこうシューッと出るやんか、なんかなシューッとあれが陸上にも出たんで、出た、あんなんか令和やな、令和の時代やわ、陸上競技進化してますね、進化してるわ、でもここの1万メートルどんな今回、はい、あのレースと演出があるか、これもそうですね、陸上興味ない人は演出見てくださいね、そうですね、今回釣り天候気候がちゃんといい気候でやってほしい、はい、あこれはね、はい、あのもう、ま、小雨ぐらいはいいけど風なしとかね、ああ暑すぎないとかね、暑すぎないでもうこれだけは、はい、最高のね、はい、5月3日言うたらもういい季節やからね、はい、そうなんです、やっぱり僕はじゃあ日本記録保持者として、はい、やっぱりこの塩尻さんと、はい、そしてパー相澤選手、田澤廉さん、いきますか、ね、この辺り、そしてまああの、はい、鈴木芽吹さんとかね、箱根をこう盛り上げた忘れてはいけない山の力さん、僕と同じね、山の力です、こんな顔してはるわ、こんな顔してはる、覚えてます、これ似てるんですよ、はい、これ似てるんですよ、はい、もちろん女子も大注目なんで、はい、5月の3日、はい、1万メートル日本選手権、はい、演出にも注目です。